おはじゃいげこ、ヤモリコウタです。はい、今回はクレステッド月光のユウくんを飼い始めて半年ほど経ったので、その姿を公開します。まあ、ユウくんはですね、まあ元々は、まあ、小焼けちゃんという名前でしたが、まあ後にオスであることが分かったので、まあユウくんという名前に変えた子です。まあそんなわけで早速公開します。それでは、レッツレンゲ。はい、この子がクレステッド月光のユウくんです。はい、この子はですね、まあ今年の5月11日にクレストさんでお迎えした子です。まあそれから飼い始めてもう半年経ってます。ユウくんの今の姿がこれです。まあお迎え当初はもう指先にちょこんと乗るくらいの大きさでしたが、もう今ではそれよりもだいぶでかくなってます。わかりますか？もうやばいですよ。もう今では指先一本ではもう乗らないですね。もうほら、もうこんなでかくなってます。それにもう今ではクレタマも、もう立派なクレタマがあります。ほら、もう手のひらに乗るサイズになりまして、もうやっぱクレスって成長早いですね。まあ生き餌をメインに与えたのもあると思います。まあそれにこの子の一番の特徴は、まあなんといってもこの尻尾の先端部分が黒いことです。はい、こんな感じで黒いです。あとはまあ夕焼けみたいな、まあ黒とオレンジ色のバリエーションっていうか、まあ組み合わせみたいな感じです。で他はまあ黒いスポットがありますね。まあぶっちゃけダルメシアンみたいな感じです。まあスパダルほどではないんですけど、まあ普通のダルメシアン並みに黒い点がいくつかありますね。まあここら辺に、ここら辺にもう尻尾とかにもあります。なんならね、もうクレタマにもありますよ、ほらもうほくろがあるみたいここまで来るとまあそれも可愛いですね。はい、まあ餌に関してはまあ今でも生き餌は普通に食べます。もうそれに人工飼料も鼻になすりつけなくても食べるくらいにはなってます。はい、それではユウくんの現在の体重を測ってみようと思います。24g。 おお、 24g ですね。すごい成長速度ですね。もうお迎え当初はもう 7g だったんですけど、もうたった半年でもうこんなに大きくなってます。やばいですね。こんな小さかった子がここまで大きくなるとなんだか自分まで嬉しくなります。はい、カップの中に入れても 24g です。はい、次はユウくんの身長を測っていこうと思います。まあこれが一番大変な作業です。はい、ユウくんの身長は、あーこっち向くな、あーユウくんの身長はだいたい17センチですかね。まあちょっとずれてますが、まあやっぱり大きくなってますねはい、いかがだったでしょうか。今回はクレステッド月光のユウくんを飼い始めて半年後の姿を公開する動画でした。まあお迎え当初よりもだいぶ大きくなりました。まあやっぱりね、ベビーから飼い始めるとやっぱ慣れやすいとかっていうのもあるんですけど、まあそれだけではなく成長する姿とかを楽しめるっていう点ではやっぱ最高ですね。まあそんなわけで今回の動画はこれで終わりにします。今後もクレステッド月光の動画出していきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録して見てください。それではご視聴ありがとうございます。魔物ミカド。いやいまりえバイバイ。